フランス当局は日本で保釈金を払い、センセーショナルな逃走でレバノンに逃亡した不名誉な自動車大物カルロス・ゴーンに国際逮捕状を発行したと検察官は金曜日に AFP に語った。彼は善人ですか悪人ですか？私はこれを理解できません。彼の後の日本とフランスの両方